AM 1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、ショータショー、井上君子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザ・ラディオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。あ、寒いね、今日もね。今日は寒いんですよ。今日は寒い。で、昨日まであんな暖かかったのにね。着るもんがわからなすぎて、うん、なんか寒いって聞いたからみんなヒートテック着るだろうと思って、うん、ヒートテックは着てきたんですよ。ヒートテックだけじゃないそれ。それでどういう状態になっちゃう。たまにさ、ヒートテックがわかんない。いや、マジでわかんないんですよ。ヒートテックだけなんじゃない。どうしたらいいんですか。なんか着るものがわからないっていう季節あるじゃないですか。うん、でそういうことなんでしょうけど。今日なんかは本当難しいのはわかるよ。昨日暖かかったから。そうだ、だから下着だけじゃないですね。それに、うん、まあダウンジャケットをこの上から、ね、着てみたんですけど、ちょっとなんか。肌着でうろちょろしてるみたいになっちゃった。いやみたいな。寒くない、ね、ちょっとそれだと。すごい暑いっす。暑いか。黒のヒートテックって暑いイメージあるよな、なんか。あったかい。色関係ある。え、なんか。もう下着になってくるとあんまり色関係ないかもしれないけど。これ下着なんですか、ヒートテックって。ヒートテックって下着だよね。え、肌着。ねえ。っていうイメージ。あんまり、それ一枚で、あんまそれ一枚でうろうろしてる人いない。それで日本放送を、うん、ずーっとうろうろしたいす、ね、ボディーライン丸出しで。え、これは、もしかして恥ずかしいってことですか。いや、本人次第ですよ、それは。それは本人次第だけど。え、うん、気づかなかった。あったかいそうだけどな、でも。いや、めっちゃ暑いですもん。でも、普通その上になんか着ると思うけどね。そうすると、もっと暑くなっちゃうから。そうか。もうどうしたらいいか。もうヒートテックじゃなしにして、T シャツにちょっと羽織るものとか、はい、そういうの持ってない。そのちょっと羽織るものがないんですよ。ちょっと羽織るもの。ちょっと羽織るって何？ジャケット的なものだったり。ジャケット？何ですか？カーディガン。カーディガンとか。いや、カーディガンって買うんですか？トレーナーとか。買うんですか？買うんですか？聞いたことあるんですけど、わかんない。カーディガン聞いたことあるけど、はい、買って着るものですよ。買って着るものなんですね。買って着るもの。どこで買ってるんですか、普段服は。普段は、うん、その渡辺直美ちゃんのそのプニューズっていう服とか、あ、ブランドあるんだ、そういうの、はい、とか日線とか。日線って何。日線っていう大きいサイズがあるお店があるんですよ。あ、うん、通販とか、うん、あと T シャツは普通にビレッジヴァンガードとか、うんうんうん、いいなと思ってるんですよ、うんうんうん、そうか。でもカーディガンは持ってない。カーディガンって架空のものじゃないんですよ。どういうこと？なんか、いや、もう、そんぐらい手にしたことないんですよ、カーディガンって。いっぱいある。マジで。で、そんな、幻なわけないで、カーディガン。本当に、カーディガンって、本当に手にしたことなくて。未確認まだ。いや、自分の中ではですよ。聞いたことあるっていうのは聞いてます。見たこともありますけど。見たこともあるんですよ。見たこともあります。だって土屋さんたまに着ますよね。着てるし。あれカーディガンってやつですよ、ね。あれカーディガン。ってる。着るものではないと。そうですね。着たことないですね。やっぱこれぐらいの気温になるとそうなっちゃうんだ。だからもうわけわかんない。わけわかんないよね。で、気温だって半袖でしたし、ね。暑いしさ。昨日暑かったよね。暑かったよ。夏でしたよね。ね。夏だったよ。夏でした、本当に。なんか本当沖縄にいるみたいだと思う。あ、確かに。ちょっとムワってしてなかった。してました。風も強かったし。まあ、ったしだから昨日さ、うん、なんかまだ加湿器つけてるじゃん、この部屋。え？今日はつけてないんだけど、はい、まあ、冬場はね。なっちゃんのカバンが置いてあるからつけてない。え？なんかそこ加湿器バーってついてるけど、昨日来た時に、はい、今日いらないよねって話になったもんね。はい、ただでさえ蒸し暑いのに。暑かったですね。そうそう、暑いからさ。やばかったな。水分量とかもすごかったですね。ああ、まあでも水分取った方が。取りました、すごく。いいから、とにかくね。うん。いっぱい汗かいて。いや、恥ずかしくなってきたな。前も言ったよ、でも。なっちゃんにはちょいちょい言ってるよ。あるよ、言ってます、うん、ヒートテック1枚ですよって言ってるよ。それは、ヒートテック肌着ですよって。言ってました？言ってたよ、俺。ちょいちょい。返しがもっとなんか、ミートテックですとか、そういうのを返して。くれたもう爆笑の嵐なんだけど。爆笑の嵐でした。爆笑するかな。ミートテックそんな受けるかな。わかんないけど。ミートテックですね。まあ言いがちですからね。あ、それ言いがち。それ言いがちなんで。すいません。すかしちゃった。すいません。そんな手垢のついた。二
肉ネタはいいよと思っちゃったな、ね、いやでも本当はずいな。で今日大鶴肥満にも聞いてみたいよ、うん、はい、そうこういう時などういう格好してんのか、うん、大鶴肥満くんは、年末に、忘年会で会いましたね。あ、その時は、うん、そのダッフルコート着ててそれ脱いだら半袖でしたよ、うん、ああ、そうなんだ。だから、もう分かんないんでしょうね。ダッフルコート。そうそう。うん、ダッフルコートは多分世間体だと思います。いやいや、そんなことないだろ。寒いだろ。半袖、防寒具に世間体とかあるんだ。いや、だって、あんな12月の年末に、なんか、半袖だったらみんなちょっと、いや、いくら体が大きくても、さすがに、えってなるじゃないですか。でもちょっと力士の人とかさ、うん、そんな厚着しないもんね。まあ、ね浴衣に、うん、浴衣みたいので外歩いたりするじゃん。そうですよね。冬とかさ。でダッフルコートだから、もう部屋の中では T シャツってことだもんね。それはね、常に。多分そうだと思いますよ。それはさすがに寒いと思うんだけど。やっぱ暖房つけるのかな。あ、暑がりなんだもんね。基本はね、そうだよね。そうですね。脂肪があるから。でもなんか。ってことだよね。動物みたいなことでしょ。T シャツに、うん、こうダウンとかダッフルコートが一番あったかいっていうよね、うんうん、あそうなんだ、うん、もう直接何熱が伝わるみたいなって言うんだよ。なんかそのヒートテックだとか 何枚もこう重ねて着るよりも、うん、薄着にもうほんと肌にダッフルコートの何あのがいいんだ。ダウンが一番熱が跳ね返ってくるから一番あったかいってちょっとやったことないけど与座さんが言ってた。与座さんがホームチームの沖縄出身の。そう沖縄出身だからなんかもっと沖縄出身だし雪国の人だったら分かるけど体型も微妙だし、ね、その筋肉質なのか肥満なのか微妙だし最近すごい太ってるしね与座さん。そうなんですか。いやお会いしてないです最近。ジャンヌの裁きっていうドラマ出てるからね。テレビ東京の阪神タイガースの熱烈のファンの役で、初め誰か分かんなくてさ、マセキでやっぱドラマって言ったら与座さんだから、もともとね一番出てたからね、いい役で、映画ね、サマー、あそうそうそう、あのムロツヨシさんとかと、あそう、そう一緒にすごい役で出ててね、与座さんがだいぶ前20年前ぐらいじゃね、大きくなっちゃったんですね、大きくなっちゃった、だいぶ大きくなったね、うん、面白いんだけどねそれ今、あキャラクターがあるからね。でももともと体格はいい方でしたよね。うん。うんそう、うん、あの人はもうなんだっけアクション俳優を目指して上京してきてるもんね。あで映画学校か映画学校で要するにジャッキー・チェンさんみたいになりたくて、うんうんうん、そうそうそうだね。だ首が太いでしょ、はいはい、すっごいな身体能力やっぱ半端ないから演技がうまいからうまいですよね。でマセキで一回マセキ俳優部みたいのをなんかお芝居やってたよ、ね、お芝居やったね、うん、その時にやっぱり、まあ、俺はもうその当時からもうやばかったんだけど。いや、まあ、バレてなかった。いや、本当にね、その時はもう混乱チョップだとか、はい、なんか、秋元だとかっていう魔石の若手たちね、はいはいうん、でホームチームさん、うん、ハレルヤとか言っている中で、うん、みんななんかそれぞれ役を与えられるんだけど、うん、ナイツだけ漫才師っていう役で、うん、多分ネタしかやらないみたいな感じだった、ね、あれができないんだろうね。素しかできないから。そうそうそう。当てぶりっていうか、なんかもうそういう台本、うん。普通のセリフ、役に入るセリフが全くない。よく覚えてるの俺漫才師の役だったのも忘れてた。漫才師だったよ確か。ああそうなんかそんな感じそれ劇団ハガクレの公演じゃない。ハガクレもそうだけどだからうちらがなんか劇団に入ると漫才師の役しかない。俺ができないよ。俺がセリフを与えられないんだよ。漫才のボケしかできないから俺が芝居をさせてもらえないのネタしかやらせてもらえないの。そう いつもそうなうちらないつってもう昔そう。その時に抜群にうまかったのは与田さん と, あ, そう、ね、あと小林健太さんっていう着ぐるみピエロ大野さん、大野さんとかね、うん、でやっぱりその大野さんは役者として、うん、与田さんも役者として、ね、だと健太さんは青汁の CM としてもさあ皆さんこの青汁って毎日めちゃくちゃよく見るよね。健太さんの健太さんの青汁の CM めちゃくちゃ見るでしょ。やっぱ演技が滑舌いいからなりきることができるからあの人はなりきるっていうとまたちょっとああいう人だってなりきるご縁あるけどあんなのやっぱ恥ずかしいちょっとでも恥ずかしい気持ちがあったらできないじゃん。演技力でやってるってあんま言わない方がいいけどそうですね。なかなかないですよねそれは。健太さん昨日だ劇団スティックのそういえば打ち合わせ1回目のついに今度のミュージカル、はい、ミュージカルの4月からのミュージカルの読み合わせやりましたけど、うん、まあ大変だね。なかなかこうミュージカルをやるっていうので、うん、それで一応ミュージカルやるっていうのでもう全部進んでたんだけど、うん、そのスラッシュパイルさんが一応やって、片山さんもね昨日来てたんだけど、うん、
もう本当信じられなかったのが、絶対大丈夫だと思うんですけど、うん、なんか一応これだけ言っとかないけど、楽器使えないかもしれません。え、楽器が使えない楽器会場が、うん、あ、言葉あるかもしれませんって言われちゃったから、え、いや、じゃミュージカルどうしようかなみたいな。まあ絶対大丈夫と思いますけど、生バンドって言ってました。生バンドでやるから、ね、まだじゃあ確認が、まだ確認って言ってたけどね、うん、まあ、とりあえず会場押さえちゃったけど、うん、その場合だから、その場合のことも考えなきゃなみたいな感じでしたけど、うん、だいぶ変わりそうですけどね。もう不適切に程があるで、先にミュージカルやられちゃったなと思って。いやいや、ミュージカル、うん、ずっとやってるから、嫌だなと思って。いやいや、全然、全然被ってないでしょ。被ってない。わかんないけど、ミュージカルでもともとあったし。質が違うしね、その。質が違う。出る芸人の。そうそうそう。ね。全然違う。昨日、その、2時間こう、まあ、40分ぐらいだったんだよ。まだ、全部できてなくて、途中までで。それで、なんか足りないなってなって、あの、棒のシーンないじゃないですかってなって、去年棒で戦うシーンがあったのよ。あ、盾ありましたよね。盾。そういえば、棒の盾ないなってなって、はい、だから盾はどうやって入れるかみたいな。無理やりがないともうちょっと物足りなくなって、やっぱ劇団スティックだから棒使ってなんかやんなきゃいけないだろうってなって。そんなルールもそう知らないけどね。まあポールダンスの話にしてもいいんだけどね、なんかわかんないんだけど。いや、わかんない。元の台本知らないから。ないから。どっちが大変なのかわかんない。今からポールダンスにするのか盾を入れるのか。わかんないんですけどね。まあだから棒要素をもうちょっと入れたいと。そういうことです。楽器で棒要素はない。楽器で。あれじゃないですか。あ、楽器はな、わかんない。キンコンカンコン、キンコンカン。ああ、あれなんかね、棒が羅列してる。あれ棒ですよね。いいね。うん。あ、いいね。ディジリドゥでいいじゃん、じゃあ。ディジリドゥも棒で。いや、でも空洞なんで。あ、そっかそっか。ダメなんですよ。芯がないんで。すいません。先週ね、その話で。荒れたからね。荒れたんで、はい。こっちで、そんな議論起こった、それ。芯がないんで、すいません。だから、まあ、どうでもいいだろう。チケットも結構おかげさまで、まあまあ売れてるから。あ、もう売れてる。もう、ほぼ完売に近いんだって。すごい。だからもう、みんな一気にテンションも上がって。モチベーションだから頑張りましょうってなってね。まあ2回目だから、もう、だいたいこうわかるじゃないですか。で、終わって、みんなでさ、飲み行くんだよ。もう本当に劇団みたいに仲いいから。だけど俺は行くとちょっとなんか気使われるのが俺もわかるから、なんか、あと俺に声かけてこないんだよね。なんか俺、お腹ちょっとうまく巻いてみんな、こう、なんか、俺も座長だなって感じがするんだけど、なんかそのわかるの。座長がいない方が。いない方が楽しいんだろうなって、堀江も多分気使うし、で、なんとなくこの集会所からみんな固まって歩くときに俺は、少し行かない方がいいなと思って帰るんだけど、その集会所の取ってくれたり、お金払うのが全部あの、ハガちゃん、それはもう友幸が払ってくれるわけ。そうなんだ。で、ハガちゃんだけいつも、みんながこう、帰った後に掃除機かけて、で、その、そこの集会所の人にお金を自腹で払ってだよ。自分でやるのよ。で、そのなんか苦労もみんな、まああんま知らないくて、なんかもう帰っちゃうじゃん。で、ハガちゃんも飲みにもなんか誘われないからかわいそうだなと思って、昨日俺二人でハガちゃんとその後じゃあ行こうかって飲み行ったんだけど、やっぱりすっごい面白くてさ、ハガちゃんが、なんか YouTube やってんだよ、もうね、なんかやっぱり頑張ろうと思ってやってんですよって言ってやってたのね。で、その YouTube のタイトルが菅野智之の野球と、飛行機とバイクっていうなんかYouTube の名前なの。チャンネル名が。これ何なのって言ったら、はじめは野球の、要するに野球、もともと菅野の真似やってるから、で動画上げてたんですけど、一回飛行機の風景みたいのを動画上げまして、はい。それで、まあ、野球と飛行機のってなったんですけど、この前バイクのちょっと動画も上げたんで、今野球と飛行機と、それ上げたやつ全部チャンネルに入れなくて増えていくってこと、タイトルが新しいですね。だからラーメン食べたらラーメン入れなきゃいけなくなっちゃうよって。だから菅野智之チャンネルでいいんじゃないって言ったら、うん、あ、すごいですねその発想みたいな。えそんなわけないすごいな。みんなそうしてる。すごいですね。逆に斬新だけどね。うん、聞いたことないですよ。増えていくの、斬新で。でも何が乗ってんのか分かりやすいし。ああそう。ほんでね、さっき、ね、芸人さんブラストの話してたけど、ちょっとその、常宗っているんですよ。その、全部、その、バルーンアートとか、紙切りとか、一人でできちゃうやつがいて、でそいつが、もう、何年かかけて、
全国の社長と知り合いになって、うん、毎日営業があるけど、うん、自分の体一つしかないから自分と同じパッケージをできる芸人を今作ってて、うん、それになんかやっぱり売れてない芸人がちょっと食いついて、常宗の弟子みたいなやつが今何人かいるわけよ、うん、漫才協会にも、うん、それでこの前俺はハガちゃんも仕事ないから、うん、常宗とさ一回会わせたのよ、うん、ほんで常宗に会ってるって言ったら、うん、あ実はこの前初めて常宗さんとあのバルーンアートを、うん、あのちょっと僕のために1時間ぐらい時間作って、うんやってくれたんですよって言ったら、うん、よかったじゃん、なんか作れるようになったのと、あ一応、まあ、犬を、はい、あのプードルみたいな、プードルみたいな、なんか犬作れるようになりまして、うん、とかよかったね、うん、つってそれでそしたらさ、あの YouTube 上げないのってそれって言ったの、うん、そしたらあもうはい一応上げてますって言って、うん、だけどそれだけ単体でいけると思って、うん、菅野智之のバルーンアートっていう変なそれだけ単体の YouTube チャンネル、別のチャンネル作ったの、作ってんのそれだけ、うんうん、サブでってサブじゃなくてなんかもうまあまあまあ別で、まあ、サブチャンネルってことですね、サブチャンネルみたいな、そうそうそう、それで見たらさ13人しかいなくてさ、うん、その犬のやつ1個しかできないんだよまだ、すっげえ下手なのそれ犬のやつ早くないさ珍しいタイプだよね、それはなんかわかんないけどもっとさ、うん、バリエーション増えて、そうだね、犬だけじゃなくてもいろんなやつでいけると思って、うん、チャンネル作るんだったら分かるけど、でもこれからチャンネル作ったってことはどんどんバルーンを増やしていくっていう決意なんでしょ、それはっていう決意なのかな、うん、分かんないけど、そう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 、バルーンはでもね、うん、そのバイクとかと一緒にはしないんだね、バルーンだけがなんか大バズりすると思ったみたいで、あ別にしたかったんだ、大バズりすると思ってんのかな、気になるけど気になるよね、なかなか成長していく過程も見れるかもしれないですからね、ねえ、あそうだよね、こんなの作れるようになりましたね、そうだね、ただねまず、うん、犬を完成させるまでの動画、うん、必要ですよね、だから上手くなっていく過程みたいな、うん、そうね、まだ全然1回目は これでした、ね、あんまり上手くなかったね、うん、なんか全然みたいな、めっちゃ上手くなる動画も見たいですよね、なんか思ってた 犬と違ったね、なんかえ研修、顔長細多かったし、なんかボルゾイみたいな、うん、全然可愛くなかった、ね、もうだって散々見たもんね、その、うん、バルーンアートの犬なんて今までね、なんだこれ首長くない、え顔ができてなくて、どっちが尻尾なのか分かんない、分かんないね、これで両方尻尾みたいな、これで顔が見えない、こいつ今全国営業行こうとしてすごいすごい大丈夫だ、これはあの免許改善になってんのかな、常宗君的に、これはないと思うよ、ねえすごいな、1時間集会所で習っただけだもん、だってまあそうか、免許改善までね、うん、YouTube やんな方が良かったんじゃないかなと思うんだけど、ねえ、うん、もったいぶってもね面白いよ、ねえぜひみんな見てほしいですね、見てほしいよ、そうですね、バルーンアートってでも犬以外ってさあんまりないね、お花とかじゃないですか、あ花あるか、お、うん、花あるね、あ剣とかね、剣ね、うん、ありますね、あは見たことある、であのキット買ったんだって、あああるんだ、あるんだって、空気入れるやつ、うん、あ空気、それ で今後どうするのって言ったら、そのキットの箱に、うん、なんかあんじゃん、犬の作り方とか、それを見て今勉強します、それもなんかさ小学生とかもさ、なんかこのそれでさ YouTube とか営業回っていいわけ、それで分かんない、お金もらっていいの、それで初心者キットの箱の裏に書いてあるやつをで営業回ろうとしてるやつってあんまいないじゃん、いないです、ね、こいつ大丈夫かなと思ってさ、すごいっすね、面白いよ、やっぱり純粋だからね、それも全部、なるほどね、眠くなってきちゃってさっき眠くなってきちゃったおもろすっごい犬最高です、面白いっす ね何やったの、なっちゃん今週は、うん、あ昨日映画見に行ってましたね、うん、何の映画、あの某は恐れているっていう、あの、ミッドサマー あの監督で、あのジョーカーの主演の方が、うん、あの人フェニックスさんが、面白かった、いやーな3時間なんですけどね、なんか、うん、ちょっともうちょっとね、うん、説明が難しい、もうずっとわけわかんなかったです、えずっとわけわかんない、でずっとわけわかんないのに、うん、1回も眠くならない
あ、それすごいじゃん。で、考察をしようっていうのもちょっとあるじゃないですか。そう、映画見ながら、ここがポイントかな、ここがポイントかなってなってる間にずっとその主人公の中にいる感じというか、本当にわけわかんないかったですね。どういう話なの？ホラーなのか、簡単に言うとサスペンスなのか。なんかジャンルで言うとホラーコメディーみたいな感じでは書いてあったんですけど。あ、そうなんだ。まあ前情報入れないで行って、その、まあ、主演の方のこう主観なのか、妄想なのかとかも全然もう狭間がわからないというか。視点が変わってくる。現在地が分かんないですよ、ずっと。だからもう3時間もずーっと目がランランとしちゃって、帰りご飯食べて帰ろうと思ったんですけど、胃が痛くなっちゃって、お腹いっぱいになっちゃって、なんか、ご飯食べれなかったです、昨日夕飯。でも3時間必要だったの、それは。やっぱり。もう分かんないです。オチみたいなのないの、あんまり。いや、もう、これ、なんつったらいいんだろうな。いや、オチ、いや、もう見てほしいですけど。まあ、そうなっちゃうよね。結構、そういうの好きなんだ。いや、その、ミッドサマーが好きなんで、その監督のだから、と思って見に行ったんですけど、本当に、わかんないですね。なんか、逆に見てみたくなるけどな、やっぱり。見て、面白そう。見てほしいですね。急いで、ちょめちょめクラブの大島君に LINE して、マジで わけわかんなかったけど、どうしたらいいの、この感じみたいな。したら、なんか、日本の文化的には、ちょっと難しいかもしれないですねっていうのが書いてきて。日本の文化、日本の文化、もうそれでもうわけわかんなくなっちゃった。すっきりしようと思ってね、電話したら。そう、でも自分、まだ考察動画をちゃんと見てないんですよ。そういうのあんまり見ないじゃないですか。でも、これはちょっと見た方がいいのかな、みんなどう思ってるのかなっていうのは思いましたけど、ね。それが楽しみなんじゃない、これからちょっと、大島くんとかもしね、上げてたりとか。いや、そう、多分上げた。いろんな人やってるでしょ、それ、ね。上げてると思いますけどね。それ見るの楽しみだけど。なんか映画の、はい、ね、あの朝一この前ラジオの特集やってた、ポッドキャスト特集やってたけど、結構よく聞かれてるのは、その映画の、その見た映画の感想のポッドキャストがよく聞かれてる、なるほど、まさになっちゃんと同じで、まあ、YouTube じゃなくても、何をどういうことだろうって他の人の感想を聞きたくなるって言って、あ、聞きたいですね、言ってた。そうはね、ずっと混乱してる。ヤダンの伊藤くんと見に来て、いや、ほんと、伊藤も見てた最後まで。見てました、ちゃんと見て。伊藤は寝てた。寝てない。ちゃんと、二人とも混乱しちゃって、喋って、その、消化したかったんですけど、え、あれ、あそここうだったよね。え、そうだったみたいな。もう、ほんと、噛み合わないというか、なんか、まあ、映画ってまあ、見る人で違うって言うじゃないですか、もちろん。それの噛み合わなさが今までで一番噛み合わない感じというか、じゃあ伊藤と言ってることがなんか違ったりするんだ。そう、あれはまああれはあったよね、見えたよねみたいな。あ、そういう確認、確認は、あったあった、でこういうことだったよね、え、こういうことじゃなかったみたいな、そのもうそれがもうめちゃくちゃというか混乱しちゃって、二人とも。じゃあまだすっきりしてないよね。そうです、だから考察で他の人の意見は聞きたいですね。そういうのをもう込みで作ってるかもしれないね。そうなんだよね。もう今の時代だから、そうですね、なんかね、こういうなんか評論家とかそういうなんか考察系の人たちがこう盛り上がるんじゃないかって思って作ってるのかな。かなり入り組んでるんで。そうなんだ。まあ、まあ、なんていう、あ、まあ、ネタバレになるからやめよう。なんか一個でまとめるんだったら、腑に落ちることはあるんですよ。だけどそれだけじゃ納得いかないよねっていうことが多すぎて、ちょっとまだ食欲湧かないんで味噌汁しかちょっと今日あれなんですけど飲めないですけど。食欲なくなる意味わかんないいや、考えちゃうんだ。考えちゃうんですね。なんかグロい描写もちょっとはあるんですけど、それで気持ち悪いとかじゃなくて、なんかすっきりしたいんだね、とにかくね。すっきりできるのかな、まあ、だって続編とかあるわけじゃないからね。いや、多分ないと思います。それはそうだよね。今日ね、漫才協会ザムービーのリスナー試写会あります。同じ考察系だよ。考察系そう、なんかもうみんな終わった後に
集まりたくなるみたいな。もうなんか気持ち悪くなる。食欲なくなる。なんであんな急に見たくなくなるでしょ。そんな人のあんな汚い家見なきゃいけない。家はめちゃくちゃ見れるね。あ、そうなんだ。汚い家はすごい出てくるかもしれない。終わった後の感想がさ、うん、売れてる人の家は明るいですけど、売れてない人の家って暗いですねって言われたんだから誰かに。どんな感想だよ。そうなんですね。なんか暗いんだよ。風水的なことなの。風水的に。なんか違うんだ。部屋の明るさもあるけど、へ、うん、もうだからさ、今日も一軒ぐらいなんだけど、25社ぐらいの取材を、あ、これまでね。これまでやってて、うん、そうだよね、この前なんかさ、うん、漫才協会のさ、うん、もう場所がなくて、漫才協会の事務局でやったんだよ。うん、すっごい狭いとこで。うん、で、その次の会社はもうそこにいるんだよ。うん、で、今こっちの会社が、まずじゃあ、この、なぜこの、あれをやったきっかけを教えてください、つって。いや、まあ、ほんとはじめ僕も全然、わけわかんなくて、まあその、ミックスゾーンの戸田さんが企画して、だん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 、じゃあやりましょうかってなってったんですっていうのも、もうずっと言ってんだけど、その、聞いてんだよね。うん、で、その会社の時にさ、次の人もね、うん、同じ質問するから、うん、聞いてただろうと思うんだけど、いや、もう本当昔からやりたかったんですよね、とか、ちょっと変えちゃったり変えた。違うバージョンにしようと思う。そういうのってね、やっぱなかなか端折れないもんなんですね。難しいですね。たださえもう時間押してるからさ、うん、なんか、さっきのやつ、まあ、聞いてなかったのかね、もうちょっと準備とかで分からないけど。だ本人がちゃんと取材したことじゃないと書けないみたいな。やっぱ書けないのか。あるのかな、そういうルールあんのかもね。うーん。と俺は思うんだけど、ね、うん、結構、まあ、もう、まだまだあるからね。宣伝の人がね、いっぱい撮ってきてくれるからね。見どころはどこなんですか？で、見どころどこなんですかとか言われるでしょ？そうですよね。そうなのよ。見どころ。それもだからあんまり、なんかボケちゃうとさ、あれだからさ、そうね、でもなんか全部ボケに聞こえるみたいで、本当のこと言うのに、なんかあの時の雄平師匠のあれがって言ったら、なんかはいみたいなさ、なんか出てくる名前があんまり知らないからみんな、そうなんだよね。ああ、そっか、うん。まあ全部なんだけどね、見どころは。2時間ぐらいですか ?1 時間40分です。こんな長くはないです。はい。いや、楽しみだな。ね。楽しみ。まだね、見てない。見てないです。いいからね、うん。今日もリスナーの皆さんがいっぱいね、イマジンスタジオ来てくれるから、そこで最初おぼんこぼんとねずっちとナイツでトークして、はい。トークしてね。で、終わった後もナイツでトークして。はい。あとサイン会とか。サイン会が。ね。あ、すごい。します、今日は。今日あります。ずっと今日一日日本総で。ずっといます。すごいですね。はい。楽しみだな。なっちゃん、今日見に来てほしかったけど。ちょっと今、うん、いろいろ調整中です。調整中ちょっと待ってください、うん。はい。見れる可能性もあるっちゃ見れる可能性もある。はい。見れなかったら、うん、その3月でしたっけ ?3 月の ?1 日公開。1日。に見に行きます。ね、本当に来ていただきたいです。そうですね。お願いいたしますよ。うん、はい。それではね、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ドーナツです。ナイツのラジオショー、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日2時台のゲストは、ママタルトの2人。うん、以前ね、なっちゃんの代打で、大鶴ひまんくんも来てくれました。ありがとうございます。さあ、そんな中、メールテーマを発表します。今日募集するメールテーマはこちら。え？はい。マルシアさんの振り向きは横浜が流れています。ねえ、ママタルトの大鶴ひまんくんはですね、以前番組出演した時に脂肪は筋肉にならないと聞いて思わずえっと声を出した。心の声だったもんね。びっくり飛び上がってました。そうね、そのひまんくんのように、うん、えっと声が出てしまったような驚いたエピソードを送ってください。はい、例えばですね、はい、うん、部屋を掃除していると免許の更新のハガキが出てきて、とっくに期限が過ぎているハガキを見て、えと声が出ました。あるあるあるとか、何気なく NHK のど自慢大会を見ていたら、
母校のお堅い先生がゴリゴリに扮装して面白枠で出ていました。どの自慢にね知り合いで出てたりするよ ね, るよね急に見ると、はい、メール来てます。岐阜県のウォッチャーさん、はい、以前私が通勤電車の中で本を読んでいた時のことです、うん、とあるミステリー小説を読んでいた時、うん、クライマックスの展開があまりにも意外で衝撃的だったため思わず電車の中のにえっと声を出してしまったことがあります。周りからの目線が痛かったいやでもそんな周りが気にならなくなるぐらい驚けるようななんか書物にちょっと出会いたいね。それはちょっとなんか小説とかに。そうだよね、それはちょっと楽しいだろうな。でもな、いや相当驚けたらびっくりしたってことはすごいよね。小説どん何の小説だったんだろうね。気になるよね、オチが意外な。自分もリングの小説を深夜に読んでて急にバツンって停電になった時はえって言いました。それは怖いね。それは怖いね。いや、めっちゃ怖かったですよ。めっちゃ怖いね。めっちゃ怖かったですよ。ねえ。慌てて。えっつって。わーでしょ、それ。いや、絵ですよ。絵だった。絵なんですよ。わーじゃないですよ。あの、踊れた時って絵なんだ。絵でしたね。そういう時はね。めっちゃ怖かったです。なんで絵って言うんだろうね。あいうえおのね。外国人も言うのかな、絵って。絵とはね。そう。世界共通なのかな。そう、驚きの単語なんてさ、もうなんか言語とか関係なさそうなもんじゃん。でも外国とかってどうなんだろう。えって言うの。いつからえって言ってた。赤ちゃんの時。赤ちゃんの時。いや、その子供。最初のえはいつだ。最初のえっていつなの。ね。疑問のえですよね。えでしょ。ええ。え？全然違います。その絵が。いや、嫌な感じですね。嫌だな、それ。今日はそう、えの。大鶴肥満が、ね、脂肪筋肉にならないって言われた時は A だから、それがテーマですけども、ね、たくさん送ってください。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしております。宛先なっちゃんからお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツザラジオショー、この後3時30分まで生放送です。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。始めよう足洗い新習慣。足を洗うなら私ブテナロック足洗いソープです。有効成分の殺菌力で足の匂いやぬめり、きれいさっぱり洗い流しましょう。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。ひさみつ。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方に、お電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここで日本放送交通情報です。
日本道路交通情報センターの小駅さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きが東海ジャンクションで事故のため臨海副都心まで5キロの渋滞です。この影響で中央環状線の内回りは大井ジャンクションで2キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の上りが東京インター付近で乗用車同士の事故のため3キロの渋滞、下りは大和トンネルで10キロの渋滞です。圏央道の外回りの坂東インターと上総インターの間の故障車に伴う通行止めは解除になっています。神奈川県の国道135号線は小田原市江ノ浦で事故のため上下線とも2キロから3キロの渋滞です。道路交通情報センターの小市でした。小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿汚水中皮腫肺がん赤面肺肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿汚水健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。明日は新潮社中瀬ゆかりさん登場、砂原幸太郎さんの新刊四つ湯語りをご紹介。さらに小倉智昭さんも登場、小倉さんの半生を綴った新刊本音からお話伺います。ハッピーは明日も朝8時スタート。ナイツの土屋です。花輪です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 。Radio Show. ナイツ The Radio Show.この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。さあ、このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介してこの番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。久しぶりに芸人さんのネタを見ていこうと思います。スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組 X に動画をアップするのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。さあ、それでは早速ネタです。こちらの方です、どうぞ。スターへの道を一歩ずつ歩いていく散歩。生き残ったのはこの5人だけですか？そうみたいですね。飛行機が墜落して無人島に漂流するなんて、これからどうしたらいいんだ。はい、あなたは元レンジャー部隊ってことは、サバイバルの知識があるってことですか？え、あなたは料理人、しかも野草の知識がある。え、あなたは無線通信士。無線通信士、飛行機の無線直せるんですか？本当ですか？僕ですか？僕は医者です。皆さんが怪我病気したら治すことができます。奇跡のメンバーだ。すごい、生き残れるかもしれない。やった。あなたは、え、あなたはどうでしょう今日。僕はワインソムリエです。お、かっこいいですね。ごめんなさいね。かっこいい。ごめんなさい、なんかすごい、いい流れでしたもんね。できることやりました。ちょっと知らなかったよ、ワインソムリエ無人島で何の役にも立たない。くそー。ソムリエさん、なえ、これブドウです。ブドウ、向こうに自転してたんですよ。すごい、これなんかできませんか？え、なんか、いや、僕は飲むことしかできないです。そうですよね。ごめんなさい。面白いですね。面白いですね。散歩。はい、うん。ビクターミュージックのね、うん、散歩が出てきました。うん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 、だから、日本放送のお笑い大会、うん、お笑い有楽町で以前優勝させてもらいました。うん、ね。すごいんで。僕らの前に優勝したダニエルズ。うん、
僕らの後に優勝したチャンピオンズと羊ネイリはラジオショー出たことあるのに、うん、僕らは呼んでもらってないです、うん、そんなことあります、ね、そんなルールはないんだけどね。ないんですよね、うん、面白いのにね。ね、面白い、うん、いいね、無人島で職業を言ってくるの、うん、そういう設定だけでなんかこういいよね。ソムリエってかっこいいけどね、うん、確かに、うん、ブドウをかっこいいですね。お酒にはできないんだね。すごいなんか、なんだろう代弁者だよね。代弁者だよね、うん、いいね。思い出の劇場とエピソード、はい、新宿オルティナスタジオ、オルティナスタジオもうない劇場なのですが、3、4年前に1ヶ月に1回ネタライブとトークライブを毎月のようにやってました。売れる前のランジャタイさんやヤダンさんなど、今となってはそうそうたるメンバーにお声掛けしてもら、やさ、やらせてもらってました。すごいね、支配人の方が僕らのことを気に入ってくれ、無料で貸してくださって定期的にライブを開催できました。新宿オルティナスタジオがなければ今の僕たちはないかもしれません。このなんかコメントもいいよね、真面目で。真面目だよね、うん、ウルティナスタジオっていうのあるんだ ね、 ね、あ、知らなかったですね。憧れてる芸人、知らなかった。あ、なっちゃんも知らない。知らないです。名前変わったんですかね。あ、名前が変わってるってことあんのか。あると思う。カズレーザーと どっちか一緒に住んでたの。なんかそうですね、多分名前違う。岩永君のは、そうですね、散歩っていう名前じゃなかったと思う。いっぱいいるからね、カズが。そう、カズ増えちゃったでしょ。カズ増えちゃったって。カズレーザーが増えた。カズは一人なんですよ。ああ、 CM なんかCM ね、はい、やってますね、リクナビね、はい、増えちゃってますけど、あれは確かにね。我が家にメープル超合金さんが出た時の M1 の1番という順番の紙があるのですが、うん、絶対にお二人が持ってた方がいいような気がするのですかなり恐れ多いです。1番だったの？あの年トップバッターです。それを今岩永くんが持ってるらしい。だからってことでしょ。自分が引いたんですよ、うん、デジュン。ああ、そうだね、はい、あ、そのあれ抽選の紙か。抽選の紙なんか持ってる、はい、あんたと持ってないでしょ捨ててるでしょ。あんなの持って帰れるの。持って帰れる。いや、どうしたんだっけな。いや、あんなの、なんであんなの持ってんの。返すでしょ、別に。だ、多分紙だったと思うんだ。あ、で、あ、結構、台紙がちゃんとしてた紙だったんですよ。うんうん、金の枠で、なんか。うん、だ、じゃあ、大事にしてほしいですね。本人は、大事にしてください。自分が持っててもって、うん、え、やだなっちゃんに、あ、もう、返したら。じゃ今度ゲストに呼んで、その時に持ってきてもらう。嫌だったら別に。うん、ね、はい。そうです。もらいますけど。さあ、散歩のお二人でした。今週は以上になります。皆さんも好みの劇場見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。
自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。ここでアミドのサイエンスからのお知らせです。そろそろ花粉も飛び始め、お悩みの方も多いのではないでしょうか。サイエンスも加入をしている花粉問題対策事業協議会、通称ジャポックと通称産業省、環境省が23日金曜日に花粉症に悩む方々を対象にしたイベント、もっと知ろう花粉症対策のことを、新宿のフーハー東京にて開催します。花粉症は未だ多くの方々を悩ませ続けている社会問題です。このイベントでは花粉症研究の第一人者である大久保教授と、花粉症に悩むタレントの結城真央さんのトークショーや、花粉症対策グッズを紹介するブースなどを設置し、空気清浄機やマスク、アミドといった製品を展示し、花粉対策の最先端情報を発信したり、花粉症に悩む方々にとって有益な情報コンテンツを盛りだくさんに用意しています。イベントの内容など詳しくはホームページでご確認ください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日の、ね、はい、テーマがえって驚いた時なんですけど、はい、なんかありますか？この間駅の自販機でカードにチャージしたら、はい、5000円チャージしたら、お釣りがちょっと少なかったんですよ、枚数が。でよく見たら2000冊書いてたんです。珍しいですねと思った、はい、確かにもう今あると思わないからですよね。一瞬びっくりしちゃう。2000冊に入ってくることなんかあるんだ。あるんですね、回ってるんですね、まだね。ね、回ってるんですね。はい、その話いただきます。あ、いただきますって、ね、どこですか？明日のオープニングで。ありがとうございました。ありがとうございます。田中さん、ありがとうございました。さあ来た、すごい花粉だ。部屋の中に入るか、入るか。見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めは網戸マン .net で。時刻は1時49分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党安倍派5人組の松野博一前官房長官と西村康稔前経済産業大臣、それに高木剛前国会対策委員長が、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆議院の政治倫理審査会に出席する意向だと、自民党側は今日野党側に伝えました。自民党の浜田国会対策委員長は、衆議院の政治倫理審査会を来週開催する考えも伝えました。日程は今後調整します。また参議院側の会長を務めた世耕弘成前参議院幹事長が、参議院の政治倫理審査会が開かれれば出席する意向を固めました。
一方、与党は今日午後の衆議院予算委員会の理事会で新年度予算案採決の前提となる中央公聴会を今月29日に開く日程を提案し、野党は持ち帰りました。与党は27日開催を当初提案していましたが断念しました。国連安全保障理事会でイスラエル軍が準備するパレスチナ自治区ガザの最南部ラファへの地上侵攻を回避するための即時人道停戦を求めた決議案が否決されたことについて、林官房長官は今日の記者会見で残念だと表明しました。我が国としてこれまで様々な外交努力を行ってまいりましたが、結果として安保理決議採択に至らなかったことは残念であります。我が国として人道支援活動が可能な環境を確保し、また人質の解放につながるような持続可能な停戦が実現するということを期待しておりまして、今般の決議案に賛成票を投じました。決議案はパレスチナが非常任理事国のアルジェリアを通して提出したもので、常任理事国のアメリカが拒否権を行使しました。外交関係者によりますと、アメリカは可能な限り早急な一時停戦を支持すると表現を後退させた独自の決議案を今後安全保障理事会に提出する見通しです。次に、言葉の壁で災害弱者となりやすい外国人を支援するため、神奈川県愛川町は災害時に避難誘導や通訳にあたる外国人住民らによる消防団を創設する考えを明らかにしました。愛川町には工業団地で働く外国人が多く、今月1日現在、町の人口の 9% にあたる3400人余りの外国人が住んでいます。おしまいは訃報です。歌謡グループ内山田博士とクールファイブのメンバーとして活躍した小林正樹さんが今月15日午前、老衰のため東京都内の病院で亡くなりました。81歳でした。前川清さんは、クールファイブのメンバーに加えてくれた小林さんは私にとっての恩人、去年10月のコンサートに駆けつけてくれ立派に歌ってくれた勇姿が目に焼き付いていますとコメントしました。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。ラジオパーソナリティ佐久間の話し足りない毎日、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ2022から2023が不走者から発売。豪華ゲストトークや佐久間信之の一問一答なども必見です。各ネット書店などで予約受付中、詳しくは日本放送イベントホームページまで。ヒートテックとかね、その服の話したので、はい、服に関するメール来てますけど、はい、伊藤さんという方ですね、はい、私はセーターを着た記憶がないです。特にハイネックのセーターがチクチクしそう、着てみたいと思ったことはありません。私もヒートテック1枚で過ごすことあります。ただコットン生地のヒートテックなので、そんなにヒートテックしてないと思います。初めて聞いたよ、ヒートテックしてないって初めて聞いたけどね。そうですね、コットン生地みたいなやつ。なんかあのヒートテックの中にもすっごいヒートテックあるよね、確かに。極暖これグラツやつでしょ。これ薄いやつでしょ。これ薄い、なっちゃうやつは。普通の、まあそうだね、一番薄いやつだよ。体のラインがすごい出るやつね。じゃなくて、もう、中がさ、もう肝みたいになってるやつね。あれすっごい熱いよね。あれとか、ジラピケのことをキャンプファイヤーって呼んでるんだよ。燃えるように熱くなります、本当に。キャンプファイヤーって呼んでるの。そう、もう暖取れすぎちゃって。キャンプではないじゃん、別に。暖取れすぎちゃって。めっちゃ高いもんね。めっちゃ直火ぐらい熱いってこと。極暖はさすがにちょっと手出せないですね。そうだよね、はい、申し訳ないですけど。俺もその首はすごいある。首がチクチク嫌なんですね。ハイネック嫌なんでしょ。ハイネックはもう本当に完全にダメで、そうなんだ。あれもダメだった、爆笑さんのあのネズミ
あのね、あれもダメだ。爆笑問題のあのネズミも、なんで首嫌なんだ。首がこうなんつうの、あの締まってるのがもうダメで、もうずっとこうやって首こうやってあの引っ張りながらやってた。なんかあったんですかね。いや、ダメなんだ。俺もあの床屋さんとかも、うってなっちゃうんだ。だからまずグーッつって、自分の最大限の太さを作って。なんでなんでなんで。すぐったいんですよね、きっと。そこに縛ってもらってから緩めるっていうのをし、マフラーも嫌な。いやなんか急に俺ちょっとこう来たのかと思った今。首見に行ったら首、たけしさんの首見に行った。首そのつもりで見に行ってないよ別に。首見れましたちゃんと。いや結構嫌だ。ああいうやっぱダメなんだ。シーンもやっぱりダメなんだ。あじゃあそれとなんか人としてなるでしょ。あれは別に。あれみんななるでしょ。あマフラーとかも嫌なんだ。マフラーはまだその自分で調節できるじゃないですか。うん、ああなんかこうふわっとしてるからね。もうそれもタートルネックとかはもうキュッてなってる。タートルネック着てる。タートルネック。あタートルネック常時着てる芸能人ってナダルぐらいしかいなくない。ナダルしかイメージないですね。だからすごい空いてる枠だよね。タートルネック印象つくじゃんやっぱり。そうかタートルネックキャラって。おばたのお兄さんもでもなんか今もうあれだね小栗旬のモノマネでやってだけだもん。そうかそうか、うん、誰かいたかな。あんまいないんだよね女性だと。うん、女性とか女性でタートルネックほんまいない。あんまりみんな着ないよね。着ないよ。もう俺も人生でそんなに嫌だよね。あんまり、うん、確かにあんまりなんか着ない。なんかそうリラックスできない、うん、好きだけどね、そういうタートルネックの女性は、うん女性は、うん、ああ見てるラボっとした感じ のありますよね。好きなファッションであるけど自分はなんかあんまり着ないね。確かに。そっかそれがあるから。それプラスそのなんかヒートテクの暑さとかそうだよね。なおさらやっぱり着るもの難しい。難しいですよ。明日もちょっと寒くなるって言われて、ね、そう。どうし雪降るかもしれない。明日雪降るかもしれない。今週どっかで雪降る可能性がある。可能性があるって聞きましたけど。凄まじいね。どうし何着たらいいですかじゃあ。え？もうえカーディガン？カーディガンに手を出す。カーディガンいいと思うよ。え？カーディガンがだってダメな理由ないでしょ別に。いやいい理由もちょっと分かってないから分かんない。そのちょっと羽織れる。そうちょっと羽織れるが分かんないですよ。暑くなったら脱げばいいし。どうしたらいいんだろうかな。マジで本当に分かんない。解決に向かってない。ちゃんと向き合ってる。向き合ってる。ちゃんとカーディガンに向き合ってる。逃げないで。ちょっと羽織ることに。逃げてるって。もうちょっとって何、うん、もうだったら着ないし。えちょっと羽織るんだったら着ないってなっちゃうんですよ。いやでもT シャツだと寒いんでしょ。ちょいやじゃあ、まあ、涼しいというかそうですね。ねそんな時にちょっと羽織る。羽織る系がまずできないのか。できないんですよね羽織る。できないことないでしょ別に。でストールとか。ストール？ストールとかよくわかんないです。T シャツあそうだね。難しくない。あれはわかんない。あれ俺もでそれわからなさがそれあのカーディガン。やっぱりね。なんだろうな。思ったけどねラジオショーでファッションの話になって極端に弱くなるんだよ。伝えづらいしね。うん、そう、うん。ストールが何なのかいまいちわかんないし。はいメールお待ちしております。はい古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。今週22日木曜日から25日日曜日まで代々木公園イベント広場で発見福島お魚祭りを開催します。常磐ものと呼ばれる福島県産の魚介を使った海鮮丼、郷土料理、パエリア、中華そばなどおよそ25種類の様々なメニューを販売。さらに食べて応援日本の幸エリアでは北海道三陸地域のホタテやアワビなどを使った料理が楽しめます。入場料は無料。
詳細は魚ジャパンフェスで検索。みんなで代々木公園へ出かけましょう。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。メイプル超合金の安藤夏です。さあ2時の天気予報です。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 7.7 度、湿度 91%。 東京地方今日の天気は雨、関東は広い範囲で雨が降る見込みです。今夜にかけて傘が手放せないでしょう。昨日の初夏の暖かさから一転、最高気温は昨日より10度以上も低く、真冬並みの寒さが戻るでしょう。お出かけの際の服装にはご注意ください。今日の漫才協会映画の試写会に行かれる方、映画見たら結構面白くて体温上がるので、ヒートテック1枚で問題ないかもしれません。以上、2時のお天気をお伝えしました。ダメです、ダメダメダメ、1枚、うん、絶対外寒くない。いや、自分、ね、1枚なんで。かっこいいな。かっこいいかな。自分1枚、自分1枚なんで。自分1枚なんで。不器用なんで、不器用な言い方で。あの、ロシアンブルコさん、はい、というね、メールです。トム・ブラウン・ミチオさんとモグライダーともしげさんの本名を知った時、えってなりました。てっきり下の名前の愛称かと思っていたら、どっちも名字なんですよね。はい、ミチオはミチオとユータ、ともしげはともしげよしきが本名。今見ると見た目と合っていない芸名で正解と思っちゃいます。そうだね、俺もずっとミチオって下の名前だと思ってたから。ともしげはでも名字だと思うよね。ともしげ、そうだね。ともちゃんって呼んでたからな。ともちゃん。でもよしきって言うんだあいつ。よしきは知らなかった、ね。知らなかった。うん。だから親とかからよしきって言われるんだろうね。みちおは絶対下の名前だと思うだろうな。そう、芝くんの下の名前とかわかる？大好き。大好き。あ、よくわかんねえ。それはわかる。あ、そう。芝大好き。芝大好きみたいな。そう、芝大好きみたいだなって覚えたから。あ、そうなんだ、うん。いや、確かに下の名前ってなかなか。ね、出てこないですよね。うん、でうちらだって、ね、下の名前が一緒だから多分覚えてもらってることはあるかもしれないけど。三四郎の相田くんは、あーとね、相田あれだよ、なんかあ、俺分かる。あいつあの YouTube やってんだよね。その名前だよ、小宮博信。はい、小宮さん。はい、相田修二です。間修二マン。修二マン。もう本当にその間がね。出てこないですか。いやでも下の名前ってなかなか。そうですね。蛍原。通る。おお、ね。そうだ。なんで。早っ。なんで蛍原さん。早っ。チョイスしたそこで。早っ。出てこないかな。うん。すごいな。早い。土屋さん早い。得意なんじゃない。蛍原さん。蛍さんって言うもんな。蛍さんなんて言わない。蛍原さんでしょ。嘘つけよ。渡辺徹さん、誰かが徹さんって言ってたんだよ。言わないだろ。吉本の誰かが徹さんって言ってたんだよ。誰？サマーズの大竹さん。大竹和樹。ああ、それは分かるか。早っ。いや、土屋さんが早い。今のところ一番俺が最速だね。最速。役者もいける？いいよ。役者いいよ。うん、佐藤。誰？めっちゃいるわ。いっぱいいるから。すごいな。めっちゃいるわ。いっぱいいるけどね。正解ガジロウでした。ガジロウか。ジロウさんだと思った。そういうクイズじゃない。ジロウか。どの砂糖でしょうクイズじゃない。どうやって出せばよかったんだろう。珍しい苗字の人しかできないじゃん、このクイズ。役所ね。工事。ああ。簡単です。他いる？ん？役所。役所は他いないだろう。だから出したんだ今。荒川？え？荒川？よしよし。うん、すごい。よしよしがインパクトある。安倍？佐田尾？佐田尾？広し。広しか。だから。くそ。だから。悔しいな。いっぱいあるよ。当てて。当てたいでしょ。ゲームなんで。さあ、ということで、CM の後はゲストコーナーママタルト登場です。The Radio Show。 相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。
お電話は 0120-400-800-400-800。 東京税理士会所属税理士法人48。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。お聞きの番組は FM93 AM1242。 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。Welcome to the radio show!Guest show!Let's get started!さあ、2時台最初はザ・ゲストショーです、うん、本日のゲスト、ママタルトのお二人、まずはご挨拶代わりのネタを披露していただきましょう。どうもママタルトの日原です。お疲れ様です。よろしくお願いします。僕ね、ハリーポッター大好きでね。あ、いいじゃないですか。うん、僕も魔法使いになるために、うん、魔法学校に通ってみたいと思うんですよ、ね、なるほどね。じゃあ俺その魔法学校の先輩やってあげるから、魔法学校入ってくるといいよ。あ、じゃあ俺も入っていこう、うん、あ、こんにちは。あ、よろしくね。はい、うん、じゃあ早速だけども、君杖は持ってるかい？杖、あ、うん、僕持ってないです。持ってないのか。はい、まあ、あの杖は高いから、そこら辺にあるごぼうとかでも全然いいよ。ごぼうでもいいの、うん、全然いい。大丈夫、うん、俺はジャガイモ使ってる。ジャガイモ、一回当てたら終わりじゃない？魔法のように曲がるボコボコしてるからな。そう表面が。で、魔法学校入ると、あの、組み分け防止によって組み分けがされるんだよ、ね。あ、組み分け防止ね。じゃあ早速俺から言ってくるわ。お前、何しとった一年間。組にも入らず。一年間さ。スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。スポ、ハゲデブン。ハゲデブンっていう、もっと嫌なところに入ったんやけど。ハゲデブンっていう、もっと嫌なところに入った。次はお前だ。パコ。ハゲデブン。俺も入ったんやけど。俺もハゲデブンの一員になったんやけど。え、君もハゲデブンなの？え、君は誰？あ、よろしくね。僕はバリーフトッター。え、ハリーポッターじゃなくて、バリーフトッター。正月で15キロ太ったんだ。すごい。3日間で15キロも太ったの？よろしくね。え、君は？僕はドンブリーズリー。ドンブリーズリー？ロンウィーズリーじゃなくて。お前カツ丼にしたの？ズリー。ドンブリーズリーって。いいやんけ。お前も食べたらさ。お前だってカツ丼食べろよ。あなたも仲間よろしくね。よろしくお願いします。私は A うまいのに。A うまいのに？ハーマイオニーじゃなくて。油身捨てちゃうの？A うまいのに。お前は、お前ら。そう、デブばっかりよ。いや、これ、楽しい魔法学んでこうよ。学んでいいか。今週はね、うん、あの、口座に入ってる金額を自由に変えれる魔法。うん、来週は、相手をエッチな気分にさせる魔法が学べんだよ。うん、じゃあ俺もう、来週出ていくって、そんな。いいのばっかり最初に教えられたらさ。うん、もういいよ、来週で終わりで。うん、最高の魔法学校だろ。うん、どこがだよ。もうええわ。どうも、ありがとうございました。はい、まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんねということですね。ねえ、ハリーポッターを全部見てる。ハリーポッターはですね、あの実は、うん、ほのごぶまでで、ほのごぶれと、ほのごぶまでで、ほのごぶまで、はい、ただ単に横着ですね、これも。全部言うのが嫌だ。横着だ。全部横着で言ってんだ、訳す癖は。いやいい、ね、もう。ハゲデブンいいね、ハゲデブン。ハゲデブン。ね、もう何回も出てるもんね、ママタルト。ラジオショー。はい、ありがとうございます。去年もね、代打で。はい、そうですね、ラスさんが。はい、いやいや、そう。いや、もう全然、いつでも行けます。まあごめん。まあちゃんごめんね。まあちゃんごめんね。まあちゃん、まあちゃん。ね、まあちゃん。ごめんね、ごめんね。近況のあるの、まあごめんは。最近ですか、まあ。去年11月に。何どのまーちゃんごめんねを言ったかがもう僕は判断がつかなくなってるんですけども。そんな質問だったらどのまーちゃんごめんねって何？なんでまーちゃんごめんねがいろいろ増えたみたいな。そう、めちゃくちゃ増えてるんですよね。まーちゃんごめんね、まーごめん、まーちゃん、まーちゃん、ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。U字工事だって話したよね。
昨日東洋館で U字工事さんとついにでした。マシコちゃんだから。はい、マシコちゃんだから。マーちゃん。マーちゃん。あの、あと、いろいろ、マーちゃんヘルスケアのマーゴメ。はい。えマーちゃんヘルスケアのマーゴメだったり。急に飛びすぎじゃないですか、急に。急に飛びすぎ、まあ、ごめんね、ごめんねの後が。ごめんね、ごめんねの後は。じゃあ、マーちゃん大学ごめんね学部とか。はい、ごめんねを学ぶ。ごめんねを学ぶ。はい、特にごめんねを学ぶ。この学部では。マーちゃん定食、マーちゃん定食ごめんね付きもありますし。ごめんねがついてくるんですよ。あ、そういうのがあった上での、はい、そうですか。そのマーちゃん。ヘルスケアのマーゴメがあったりだとか、あとあなたにごめんねファミリーマーちゃんとか、ごめんねが先に来る時もある、ね。はいろいろ、はい、うん、あります。謝ってマーちゃんごめんね、無邪気にオンマイマインド。入れられるやつはサザンももうほぼ入ってる。ほぼ入ってます。謝るのをやめましょうも最近。ね、憧れるのみたいに。憧れるの。最近そういうのもあります、ね。大谷翔平の言葉です、ね、はい。こんだけ謝っといて。謝るのをやめましょう。ごめんね言っといて。いざ目の前にしたら。何を言ってんの？クイズあんの？まーちゃん。まーちゃんごめんね、クイズいろいろ。最近なんかその、うん、僕たちその、M1 ツアーで、結構その、クラゲさんと一緒になることが多いんで、結構その、クラゲさんのフォーマットもやったりしてて。はい。クラゲを、なんかその、最近、見た謝罪会見があったんだけど、うん、気になったフレーズが思い出せないんだよね。あ、そうなんだ。まーちゃんごめんね。違う。まあごめん違う。まあちゃんまあちゃん違う。ごめんね、ごめんね。違う。まあちゃん大学ごめんね、学部違う。まあちゃん定食ごめんね、好き違う。まあちゃん選手ごめんね、ムーン違う。あなたにごめんね、ファミリーまあちゃん違う。まあちゃんヘルスケアのまあごめん違う。こちら葛飾区まあちゃんごめんね、前外しよう違う。中谷園のまあちゃん風ごめんね違う。M ごめん違う。マージー違う。MG 違う。赤坂ごめんね、ミニまあちゃん違う。おい、ちょっと待てよ。お前が見た謝罪って何なんだよ。思い出した。金髪豚野郎だ。そう、新聞店壊さじゃねえかよ。完璧じゃん。クラゲじゃん。くだらねえ。クラゲだ。はい。すごいね。クラゲさんのセンターでやってるんです。すごい、はい、すごいね。全然違うじゃん。俺がマルシアに詳しかったからよかったもののよ。たまたまな。たまたま。マルシアに詳しかったから。いや、もうほとんどマルシア関係なかったヤスラに詳しかったから関係ないじゃん。これを最近もう M1 さんこれをしてんの、はい、やってますね、はい、何でもいいもんね、何でもいいんです、はい、面白いね、はい、そういう人のパッケージっていうか、まんざらパッケージにまーちゃん入れられるんだね。そうですね、はい、クラゲさんが一番すごい、やりやすい、はい、そうだね、いろんなのを試したんだ、一応クラゲ以外にも。なんか結局歌とかになっちゃうと、うん、なかなかやっぱ謝って、まーちゃんごめんね、無邪気にオンマイマインドとか、うん、まーちゃんちゃん、ね、ちゃんちゃん、うん、謝ってばっかじゃないか、みたいな、その。今何それ今俺も初めて聞いた。アーチ1、アーチ。ゴールドフィンガー。ゴールドフィンガー。ゴールドフィンガーで、はい、もう一回言って、まーちゃんちゃん、ちゃんちゃん、謝ってんじゃないか。謝ってんじゃないか。えなみだくさよなら、みたいな。まあ、あちゃんごめんね、みたいな。あ、もう、全部、なんか、いけそうね、全部の歌いけます、多分。言えるな。全部の歌。全部の歌いけるのかな、ちょっと。ね、あ、そう。じゃあ、マリー。うっせえ、うっせえ、うっせえはとかいけるの？まあちゃん、まあちゃんごめんね。あ、余裕だ。うっせえは。うっせえは。はぁ。はぁ、まあちゃん、まあちゃん。謝ってばっかじゃいけないよ。難しいですね。うっせぇわ。これはうっせぇわが。はい、そうだね。歌が難しいですね。そうだよね。確かに。難しい。うん。でも、クラゲが一番しっくり。クラゲさんがしっくりきましたね。はい、そうだね。ミルクボーイとかもね、いけたら。あ、確かにそうですね。ミルクボーイさんもいけそうですね。はい。ミルクボーイさん、まーちゃんごめん、それはまーちゃんごめんねやないかの後の部分が。そうだね。まーちゃんごめんねの、あ、深いその造形で、あ、そうか、行かなくちゃいけないっていうのがあるんで、まーちゃんごめんねそんなにないか、そうなんですよ、ね、まーちゃんごめんねで完結しちゃってる話で、そんなに出てこないか、そうですよね、あ、じゃあ今年はまあ、あのさっきやったやつで行くか、今年の、今年 M1 そうです、ダメだ、2024はちょっと M1 の本番は行かないんですよ、そう、本番の本番これで M1 ツアーはあのネタライブなんで大丈夫ですけど、これ前代未聞だけどそれで決勝行ったの確かに去年の決勝行ったの、クラゲが出ちゃうんだよねって。そうだって。やっぱりクラゲがよぎっちゃうよね。クラゲがよぎっちゃうよねって。それ言うでしょ。だってそうしてるんや。言われちゃうかもしれない。審査員に言われたらね、おしまいですけど。はい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 、あ、ここで電車に関する情報です。京王電鉄によりますと、京王相模原線は人身事故の影響で、調布駅と京王多摩センター駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。
ています。京王電鉄によりますと運転再開は午後2時40分頃の予定です。ご利用の方はご注意ください。本当にくだらないよね。まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんね。そうですね。前回来た時もチャンピオンズをね、完コピして。ああ、そうですね。はい。だみたいな話、はい、それはもうなんか SNS に上げてたんだよね、完コピして。そうですね、チャンピオンズさんはそうです。そうね。はい、それはもうそのままだもんね。そのままやってる。あれはもうまーちゃんごめんね、関係なくて。本当にちょんとすんなよだけを。ちょっとすんなよ。ただただちょんとすんなよやった。本当にただただやってたんだ。一気にやりましたね。はい、まーちゃんすんなよはダメなの。まーちゃん、まあ謝んなよ、なっちゃいますもんね。まーちゃんすんなよ。だから分かんないんだよ、それが。そのさっきから謝らないのとか、はい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 、細部のこだわりがあるようだけど、分からないんだ、俺は。だからなんかその、なんですかね、収納アドバイザーみたいな感じで、そのマーゴメアドバイザーって自分が勝手に作り出した、その、分野なんで。マーゴメアドバイザー。マーゴメ王子。マーゴメ王子です。僕が、そうなんで、まあ、僕がルールを決めてるんで。勝手に作った資格が。そうだよ、もうルールはもう自分で自由自在だもんね。自分が違うって言ったら。ヒルナンデスが狙ってんだろ、枠読んで。マーゴメ王子が。マーゴメ王子。コーナーに出れる。いろんなマーゴメを。ないってそんなにいろんなマーゴメ。自宅に余ったスペースにマーゴメを。わかんない、それも。マーゴメ以外のトーク一回もしてないじゃん。なんでどう、漫才協会入って何年ぐらい経つんですか、はい、もう今1年半ぐらい経つ。1年半ぐらい、そうですね。どうですか、あ、楽しいです。楽しいです。はい。昨日も、ま、出させていただいたんですけど、うん、昨日本当に満席御礼というか、その、完売で。立ち見が。昨日鳥誰だったの、昨日鳥ナイツさんじゃなかったっけ、おとついでしたっけ、おとついでしたっけ、そうそう。けど、一部に。月曜日が最後だね。あ、そうです。月曜日出させていただいて。U字工事さん。僕らの後がインスタントジョンソンさんで、その後 U字工事さん。じゃあ、ちょっとラインナップ強かったんだね。そうですね。最後多分、ナイツさんもいらっしゃいました。ラインだった。そうだね。そうですね。東洋館のお客さんはどう、その、受け反応というかね。やっぱ東洋館のお客さんが一番、あの、大鶴肥満です、うん。顔が大鶴ギターさん似てるんですよ。で、うん、おーそうだよね。ここのそうなんだなっていう、はいはい。なるほど、はい。確かにもう今若手のライブでね、うん、それ言ってもね。はい。もうなんないね、大鶴肥満から大鶴ギターに行ってる人が多いですね、若手の。ああ、そうだよね。はい、大鶴肥満さんっていう大鶴肥満に似てる人。大鶴肥満の痩せた人がいるって。はい。あの、井上咲楽さん。うん、いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、井上咲楽さんも、その、うん、小皿の畑中さんとお付き合いされて、うん、あの、どういう人ですかって、うん、あの、発表されてない時に聞かれて、うん、あの、大鶴肥満さんを痩せさせたような人ですって。でも大鶴ギターさんになっちゃうから。彼氏のことを説明するんですよ、ね。大鶴肥満さんを10倍痩せたような。ギターさんだろ。ギターさんだろっていう。はい、逆転。そう、逆転だ、ね、逆転。こっちを基準にしちゃったことだよね。はい、確かに。岩原くんも誰か似てるとかってないの、つかみでさ。僕ないんですよ。一応なんかヒカキンさんに、まあちょっと似てます。あとインディアンスのキムさんにも似てます。そういうのじゃないもんね。そうなんですよ。そんなあの、2000年以降のやつがあるから。そうです。刺さんないよ、やっぱり。そうですね。やっぱり東洋館できればね、そギタン世代でね、いただいて。そうですね。ギタン世代で人を見つけないと、それは。そうなんですよね。見ないといけないそうですね。もっと前でもいいけどね。なんかわかんないけども、みんな、よく覚えてないだろう、どうかな、榎本健二です。榎本健と、榎本健と聞き込んで。そこはなんかね。なかなかそうですね、はい。何に似てるかっていうのは。そうです。昔の人で調べておかないといけないですね。ね、はい、もう二人に YouTube もすっごい更新してたでしょ、一時期。一時期毎日更新してました。はい、何やってたの、いろんな企画やってたでしょ。いろ、本当だ、大鶴肥満が髪の毛洗うとか。はい。人気企画です、ね。人気企画。僕が髪の毛を洗うだけの動画で。髪の毛洗うだけで、はい、大鶴肥満が頭を洗うんですよ。はいはい、僕、その、一応、だから YouTube なんで裸ダメなんで、うん、ちゃんと乳首にガムテープ貼って、うん、で、パンツ履いた状態でシャワーを浴びるんですけども、うんうんうん、そのパンツが、あの、うちの家にいる軽装ドマットと全く同じ大きさっていうのとか。下に引くマットと同じくらいの大きさ。パンツが同じ大きさだったりとか、普通にその髪の毛洗うだけの動画が、なんか伸びる。やっぱ動物園とかの、なんか、あの、水浴びの動画みたいな感じで、はい。そうか。じゃあもう、あの、食事の、ただ飯食うだけとかも。飯食うだけでもやっぱりそうですね。やっぱり。はい。ルームツアーとかもすごいですね。やっぱり180キロのルームツアーなんて、その、他の人と同じなわけないみたいな入りから行くんですけど、意外と綺麗というか。けどやっぱ床とか見ると、やっぱ僕打点が低い作業苦手なんで、そう、しゃがめないんで、めっちゃゴミは散らかってるみたいな。そういう発見とかが。打点が低い作業って。掃除のこと。しゃがむのが苦手。打点が低い作業って。しゃがむのが苦手ってことね。
ゴミを拾うとか、伊達が一人しゃがみたくないだけでしょ。しゃがみたくないんだよ。しゃがみないですね、はい。しゃがみたくなりますか？いや、しゃがみたくないよね。ないっすよね、はい。さっちゃんもちょっとしゃがむの苦手。しゃがむの苦手です。あ、そう。でも今、スクワットをやってると、筋トレやってるから、ね。あ、そうですよね。そう、結構。楽しいですか？いや、なんかね、やんないとなっていうモードに、1年半前からなっちゃったから、定期的にはやってるけど。誰にそそのかされたんですか、それ。なんで悪の道みたいな気がするんだよ。いや、でも、結局食べちゃうからな。そうですよね。はい、体は一切。今何も膝も腰も痛くない、ね。痛くないね、はい。無事なんだ。そうですね。マッサージ受けて、うん、その全部ツボとかを押してもらった上で、うん、一番悪いところは目って言われました、ね。本当に今の体の中で。今体の中で。こう押した結果で一番体悪いのは目って。目なの、はい、目疲れてる。目が疲れてると。眼性疲労。もっと悪いとこないんですけど、眼性疲労がすごいひどいですって。そうだったね、はい。でももうじゃあ子供の頃からもう大きかったんだもんね。そうですね。もうずっと太ってたんで、だから多分そう細胞がそうなってるっていう、なんか一回大きくなった細胞は耐えれるみたいで、今だからこの痩せてる方が急に30キロとか太ったら多分もうアウトですけども、僕が今30キロ太っても多分日常サハンジっていうか、サハンジなんだ。オーツリマンが30キロ太ったらもう220キロに。今190弱ぐらい、ね、すごいね、はい。ただこの間ね、その聞いた衝撃の、はい、脂肪は筋肉にならないっていう。まだ驚けるまだ驚けるんだよ。あと気持ちいいですよね。そうなんですよ。でもなんかあの東京ホテイソンの翔吾くんとかは、うんうん、あのベンチプレス、うん、あの筋トレやってて、あの、筋肉業界には、その、ベンチ豚って呼ばれる、うん、その、有酸素運動は全くしないんですけど、うん、そのバーベルだけを上げ続けて、うん、その腕だけパンパンになっていく、うん、もう体の大きな人がいるらしいんですけど、大釣りマンはベンチ豚の才能が、すごいらしいです。うん、ベンチ豚になれる素質がありますよって言われて、うん、ベンチ豚っていうのは、うん、どうなのさ、うん、めちゃくちゃ嫌われてますって。そうです。ずっとベンチプレスだけやるから。ベンチプレスから解かないんですけど。解かないんだ。俺たちもやりてえのに、こいつベンチ豚のせいで。そういうのか。はいはいはい、じゃあなりたくはないじゃん。半身そうです。ジョギングとかは一切しないんですよ。しない、ベンチプレスだけをやっちゃう。そういうのスペースなの。そうなんですよ。みたいなね。いや、まあすごい重量上げれそうだけどね。僕全然その、何もしない状態で初めてベンチプレスやった時75キロが限界だったんですよ。わあ、でもすごいよ。自分の半分。半分以下。以下なんで、全然だから本当貧弱なんで、うん。で、脂肪が筋肉に変わんないわけですよね。そうだね。もうじゃあ、朽ちるだけじゃないですか。大鶴今はこの後。朽ちるのみじゃないですか。朽ちるのみ朽ちるって。CM コンテ情報があとも、ママタルトお付き合いいただきます。クレジットカード、キャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい。首都高速道路は中央環状線の外回りが通行止めになっています。中央環状線の小松川ジャンクション方面に向かう外回りは、江北ジャンクションと千住新橋の間がトラック2台の事故のため通行止めになっています。高速道路などの状況です。中央道の上りは東京都の神代寺バス停の先で事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは東京インターで事故のため3キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の上りは船橋料金所付近で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。お電話ありがとう。ジャパネットだよ。なんだって？電子レンジが壊れてる？よっしゃー、ひとっ飛びで下取りに行くからな。え？
が濃すぎて内容が入ってこない。通常はジャパネットのコミュニケーターが対応いたします。電話一本今だけ高額下取り。お得だね、ジャパネット春の下取り祭り。日本放送さあ今日はゲストにママタルトのお二人をお迎えしております、うん、お願いします。はい、まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんね。なんかメール来てるよ。はい、はい、仲良くなりたいさん。ひまさんは去年の5月19日映画全国の映画館でマーゴメ180キロを公開しましたね。はい、はい、映画界では花さんの先輩ですが、漫才協会ザムービーヒットするためのアドバイスがあればお願いします。おお、何ですかこの映画。その大釣りマンの映画が去年あったんですよ。はい、吉祥寺の映画館で、吉祥寺のほか、クリンク、神戸とか名古屋とか、はい、渋谷、そうなの？はい、流れまして、はい、なんか大阪、どんな京都、マーゴメとは何なのかという、マーゴメに迫ったドキュメンタリー、はい、本当にライブがあったんですよ。そうです。うん、で、そのライブの映像、ライブが結構好評で、うん、もうこのライブのものをそのまま映画館で流しちゃおうかみたいな話になって、マゴメ180キロ、はい、一応180キロ以上の方は、あの、入場料無料、その、チケット無料で、はい。ハードル高いけど。面白い。吉祥寺のアップリンクで。そうです。それ見たらもうわかるんだ、マゴメってこういうの。そうですね、はい。で、終わった後、マゴメって言いたくなるみたいな。みんなで、せーの、マーゴメあるけど、コマーシャル。コマーシャルが、はい。感想も。感想も、はい。映画館で。映画館で、はい、あるけどね、はい。でも、吉祥寺のアップリンク吉祥寺っていう映画館で、うんうん、あの、最初は1週間限定だったんですけど、うんうん、そこがちょっとずつこう、好評で、うん、延長ずいっぱい重ねて、8週間。うん、流れたんですよ、ロングランで。はい。だからもう、去年で言うと、うん、あの、ファーストスラムダンクと並ぶ記録。長さで言うから、アップリンクの中では。はい、本当、マーゴメも知らなければ、大鶴ヒーマン、大鶴ギターも知らない人が、うんうんうん、なんかやってるから見に行ってみたみたいな人。はい、本当、はい。どんどん関係ない層にも、うんうんうん、広がっていく。はい、すごいね、それ、はい。知らなかった。ライブをそのまま、どうしたらいいかな、じゃあ漫才協会、ザ・ムービーもそのぐらい、ロングヒットさせたいかな。だからまず180キロ以上無料にするから始めた漫才協会、漫才協会ダムビーも、はい、いいけどそんな権限ないからね。そんなことできるんだったらしたいけど、ねえ、ダムビーはどこ、全国の映画館どこで見れるんですか。全国でしょ。あ、はい、あ、そう、16カ所って言ってたね。あ、すごいですね。東京だと池袋と有楽町、うん、おー、角川で、ホームページ見ていただければ。なるほど。うん、確かにマーゴメ180キロはムビチケ発見しなかったんで、あ、ムビチケがあるだけでも相当もう優位、はい、その、あ、そうなんだ。はいはい、こっちムビチケ半券なんで、ほんと。いや、そう、一緒にされたら困るわよ。なんでマーゴメ180キロ。同じドキュメンタリーだからね。同じドキュメンタリー。そっか。さあ、じゃあ、うん、コーナー行きましょうかね。今日のスポットナイツ。はい、この時間はゲストが今一番聞いてほしい話を伺っております。はい、最近の悩みでも、うん、熱く語れる趣味でもね、うん、いいんですけども、何か悩みありますか。スポーツリバーは最近、うん、まあ、最近巨人が好きなんで、あ、はい、巨人ジャイアンツのキャンプの、はい、映像ばっか見てますね。めちゃめちゃファンだね。めちゃくちゃファンですね。あの、うん、最近だと、あの、ダンビラムーチョの大原さんがツイートしてたんですけども、うんうん、あの、蝶野選手がノックを受けてて、うん、すごい笑顔でノック受けてたのに、急にマコになって、球場内にゾンビ入ってきたっていうツイートが8万いいねぐらいついて。はい、うん。これ本当にそう思うんですよ。本当に、蝶野がノック受けてて、あの、フライ取って笑顔で取るんですよ。うん、で、はい、笑顔でこう、ボール持ちながら走っていくんですけど、はい、だんだん急に蝶野が、マコになって、こう、後に見回すんですよ。うんうんうん、これは本当にゾンビが入ってきたから。何それ、これすごい。見たい。はい。あ、そう。はい、あ、そう、それ大原くんが取って。あ、音が。そう、大原くんが上げた。ツイッターで上げてて、はい。こう、蝶野がノック受けたんですよ。めっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔。めっちゃ笑顔。めっちゃ笑顔ですけど、急に歩いて、歩いてきて、あれあれって言って、あれで、周りを見張る。ゾンビで。ゾンビ大喜利じゃねえか。これすごい、ほんとそれにしか見えなくて。大喜利じゃねえか。あ、そう、そう。キャンプをずっと。キャンプ見に行ってはないんですか。見に行けは。しないんですけども、例えばその動画見て、お童話とか、すごい髪、勇気をもらう髪型してましたね、なんか。勇気をもらう髪型。そう、なんか後頭部だけ残ってる髪型。その。あ、お童話。お童話、はい。もしかしたらわかんないんですけども、
これどういうヘアスタイルなんだろうっていう。珍しい。珍しい、はい。ねえ。ベネズエラかなんか。はい。髭も全部剃ってきたら、ね。剃ってきたんだよね。そうなんですよ。ああ、178本打ってんだよね、メジャー。メジャーで結構長距離というか。シーズン30本以上打ってんだから。すごいんだよ、吉田正尚じゃないかみたいな。そうでしょ。ペタジーニみたいな打ち方するっていう回だったね。確かにちょっと、そうですね。言ってた言ってた。インコースのさばきがうまいっていう、安倍監督曰くですけど、今年だからジャイアンツ強いと思うんですよ。そうですよね。あんまわかんないもんね。阪神ファンなんで。僕はあの、阪神のトラバンチャンネルのあの、キャンプ情報は見てるんで、あの、新外国人のゲラとかは、あの、チェックしてます。ゲラいるんだ。ゲラがね、入ってきたらしいですね。ゲラいいですね。あ、いいんだ。ピッチャーピッチャーです。ゲラ。はい。その、岡田監督とか会ったことあんの？あ、岡田監督、去年、あの、大釣りマンが、あの、ジャイアンツファンクラブに入ろうっていう CM をやってるんですよ。で、2年連続で。仕事あるんだ、ジャイアンツ。モニターで毎回、ジャイアンツファンクラブに入会しようっていうのが流れてるので、その流れで、そうです。東京ドーム行ったら。大釣りファンが僕投げかけてるんですよ。また巨人ファンになろうって。東京ドーム行ったら、あの、でっかいモニターで大釣りひまんが出てきて、皆さんもうジャイアンツファンクラブには入りましたかって、すごいね。なんかその東京ドームの柱のサイネージに、僕が一気にババ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 って、本当エヴァの綾波レイみたいな感じで、すごいね、すごい流れる時が。デジタルサイネージで見えるんです。で、それの、あの、関係で、試合後のジャイアンツイベントに僕も呼んでいただいて、で、漫才させてもらったんですけど。あ、すげえ。はい。で、その時に阪神戦だったんで、あの、阪神戦見させてもらって、あの、阪神側の、ベンチで待機してたんで、あの、岡田監督とちょっとだけすれ違わせて。本当に？はい。ああ、よかったね。すごいスタイル良かったです。スタイル良かった？どこ？岡田監督あった感想。スタイルが良かった。はい。隣に大釣り前いるから。そうですね。そう思う。大釣り前よりもスタイル良かった。そうだね。そう、なんか声かけてもらったの原監督とかさ。いや、もう負けてたんでね、巨人。なかなかやっぱこういう日には、声かけない方がいいんでね、やっぱ。知ってんのかな？まーちゃんごめん。なんですかね。巨人の選手。でもドームでそんだけ出てたら、さすがに目にしてんじゃない？誰もまだまーちゃんごめんねっていう話をしてるの見たことないです。動画でも。いや、聞いてもないですね、まだ。ベンチの会話で。はい。もうベンチの会話でまーちゃんごめん言い始めたら終わりだよ。あの、テレビのコーナーでも独身術で、この時誰々がこう言ってたみたいな。口だけ見ないの？独身術。途中でこう、グローブ隠しながらまーちゃんごめんね。坂本がこうバウンド行って、まーちゃんごめんね。大事なサインだからだろ、あれは。隠す意味ないだろ、聞かれたっていいですね。ないですね、今のところ。この時、まーちゃんごめんねと言ってたみたいなことはないですね。ああ、そうなんだ。二人ともじゃあ好きなんで。行きたいね、じゃあ見にね。行きたいです、はい。野球が本当に大好きなんだ。大好きなんだね。それ以外もなんか野球系の仕事やっぱやってんだ。野球、そうです。なんか、やるのも好きなんで、プレイするのも。この前なんか特産 TV っていう YouTube の。ある。はい。ね、あの、本当太ってるからって理由だけで。出させていただいて。すごい人気でしょ、徳さん。そう、僕一回それで普通に、トスバッティングで、フェンス超えて120メートルぐらい飛ばした。経験者なんだ。野球、部活動一回もやったことないです。え？体の使い方が上手いっていうだけで。あ、すごいね。相撲の時もそうだけど。はい、そう、なんかだから、なんで大人はもっと僕にこう、スポーツをやらせなかったんだ。大人のせいだよね。大人のせいだ。もったいないよね、こんなポテンシャルが。そう、最近前回り受け身ネタ中に取り入れて、前回り受け身を。前回り受け身、はい。あの、大釣りマンが柔道の前回り受け身やったら、あの、足ついた時に、パーンっていう、その、爆音がするんですよ、大釣りマンの前回り受け身。ショート動画に上げてるんですけど。受けるんだ。全く痛くないんですよ。痛くない。受け身なんで。受け身うまいんですよ。受け身なんで、はい。柔道はやってた？やったことないんですよ。え？すごいね。で、大釣りマン189キロあるんですけど、その、投げ飛ばされる練習も。はい。怠ってるかもしれない。誰も投げられないだろ。その、やっぱそうです。プールとかと一緒ですね。だから、いつでも、その、溺れないように、一緒で、いつ投げ飛ばされてもいいように。備えてはいる。ポテンシャルだね。そういう、だから漫才もちょっと増えてきたんだ。動き系そうですね。昔からそうだもんね。そうですね。動き系多いよね。去年なんか、持ち上げてなかった、マイク。あ、そうです。はい、持ち上げました。敗者復活戦で。はい。あれ本当は、スタジオでやりたかったなっていう。まあ、そうだよ。はい。だって、マイクを、さすまたみたいに使っちゃダメなんで。そうですよ。あんまり。もうやっぱあのニュース見た瞬間に絶対これだと思った。上のね。さすまたの事件。ボディーガードだ。さすまた事件、見た瞬間に絶対これやろうと思ったんだ。はい。はい。痛くてしょうがなかったですね。もう余裕で持ち上げられるでしょ。あ、余裕です。はい。なんだその気遣いも
マイクが落ちないようにっていう、うん、気遣いもしながら持ち上げることもできますし、すごいね、そうです、はい、器用なんですね、より意外と、ね、うん、そこのなんか運動神経もね、なんか使う仕事がもっとあったらいいね、あんまり、そうですね、何ですか、今はね、もうバラエティでも体張る、この前、あの、ジョンソンで大運動会で、あ、そっか、はい、100m 走ったら、はい、うん、遅くないっていう評価、そうです、そうだ、見た、全員結構早かったよ、ね、リレーして、うん、まあ、僕が大鶴肥満にバトン渡して、うん、まあ、大鶴肥満で抜かれちゃうだろうって、うん、みんななってたんですよ、みんな思うよ、そしたら大鶴肥満の走り見て、うん、全員が、うん、遅くない遅くないぞ、全然遅くないってあんまり遅くないってすごい盛り上がりました見た目で、はい、実はそんなに遅くないっていう、早いじゃないんです、遅くない、早くはないんですけどそんなに遅くないって合ってんのすごいよな、だからやっぱ下半身がすごいんだろう、そうですね、そうだね、強いんだろうね、スクワットができますね、僕も。このでもズボンさ、うん、はい、こんな大きいズボン売ってないよね、これオーダーメイド、オーダーメイド、オーダーメイドか、シャツとか、シャツ 6L なんで売ってますね、サカゼンの 6L 上は 6L、うん、下 8L、うん、なんですけども、うん、なんですか、ズボンのインチは64インチ、64インチ、はい、だから本当だから、なんですかね、立てば尺八、座ればボタン、歩く姿は犬花みたいな、上は 6L、 下は 8L、 リズム上は 6L、 下は 8L、 ズボンのインチは 64、 思わないよ、美女じゃない。さあ、じゃあお別れの時間です。お知らせありますか。マゴメあるマゴメ、はい、はい、毎週木曜日、はい、深夜2時、30分から、ね、30分から、はい、あの研修テレビっていう、はい、若手4組と、うん、テレ朝のアナウンサー、はい、三筋ネイリとレオワルマンと春と飛行機、どこのマゴメでやってんのこれ。これあのテレビマゴメで、テレビマーグ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 で、そんなテレビないんで、テレビマーグで、ね、ごめごめ大作戦っていう、ごめごめ大作戦じゃない、バラバラ大作戦、ごめごめ大作戦の中のマゴメテレビが、マゴメテレビで、なんでまだ競わされてるわけですか、ごめごめ大作戦ね。でまた今日夜もライブが、はいはい、夜の、ね、新宿のなるまごめ劇なるまごめ、はい、なる劇でね、ライブね、今日はね、ライブ、はい、なるろくというライブが、なるろくというね、はい、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日のゲームママタルト、ありがとうございました。ありがとうございました。まーちゃん、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 ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎、当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓量建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。
明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのビバリーヒルズ、ただいま領収書リクエストを募集中。確定申告のシーズンですよね。都民の皆様、オネスティーな申告をお願いしたいですね。東洋館の手血代経費で落とせますかね。無理ですね、手血。ラジオリビング箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日の日本放送ラジオリビングはたくさんのリクエストをいただいている大人気商品、紀州南高梅の樽底梅干しをご紹介します、うん、もうね、これが家にないと困るというリピーターの方が非常に多いのがラジオリビングの樽底梅です、うん、初めてラジオリビングを使ってみようかなという方にも入門編としてぴったりの商品です、うん、その理由は高級ブランド梅干しの代名詞、紀州南高梅が圧倒的にお買い得だからです、うん、その名の通り、漬け込む時に樽の底の方にあったので少し皮が破れていたりするものもありますが、見た目にはね、ほとんどわからないね、大粒で綺麗な梅干しです、うん、今召し上がっていただいてますけどもね、本当に美味しい。これ箸進みますよね、トロトロで。そうなんです、味付けには日高昆布のだしを使い、梅本来の味を生かすために薄味低塩で仕上げています。一般的な梅干しには塩分 20% くらいのものもあるんですが、およそ 9% の低塩仕上げ。ありがたい。そうなんですよ、塩分の取りすぎが気になるという方にもぴったりです。梅干し毎日召し上がる方も多い生活のお供ですが、いいものを毎日食べ続けるのはなかなか大変なので、お買い得で高品質なこの梅干し、本当におすすめです。紀州南高梅の樽底梅干し、今回も初めての方向けに1箱 700g をご用意しました。税込み2980円です、うん、お試し企画を始めてから累計2000人ほどの方にご購入いただいているということなのでね、気になっている方はぜひぜひ試してみてください、うん、そしてもちろんおなじみお得なまとめ買いもあります、はい、700g の小分けの箱が3箱で合計 2.1kg、うん、消費税込み5980円、さらにお買い得な 4.2 キロは税込み 11,800円です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。本当美味しいですね。今日あの試食でご用意したメニュー、春に合わせたもので、ごぼうの梅肉、梅の豚巻きとか、あのこの春菊の梅あえも、春菊を茹でて、この梅干しとごま、しらすとあえただけで、他の調味料入ってないそうなんですけど、梅干しのね甘さがこの春菊の苦みを程よく中和して、ものすごく美味しいんですよね。でこれからのひな祭りとか春のねお花見とか行楽シーズン始まりますけれども、あのお寿司もね今日ご用意してたんですけど、ね、梅干しを混ぜると寿司酢を使わなくても、なるほどね、はい、お寿司になるということなので、本当にねいろんな料理に重宝します、700g ずつ小分けの箱に入っていますので保存しておくのにも大変便利。賞味期間は常温でおよそ7ヶ月、仕切りも入っているので梅の実が崩れにくく取り出しやすいです。たっぷりご用意していたんですが、ご紹介できる数が残り少なくなってきましたので、はい、ご注文はお早めに。あとですね、今日がこの梅干し今年度最後のご紹介なんです、で来年度この価格でご紹介できるかまだわからないそうなので、お得なこの機会にお買い逃しないようになさってください、紀州南高梅の樽底梅干し、700g の小分けの箱が3箱で合計 2.1kg、 通常同じ量で1万円を超える高級梅干しが皮が少し破れているだけで消費税込み5980円、倍の6箱 4.2 キロセットは税込み 11,800円です。関東1都6県は送料込み。お届け返品についてはお問い合わせセンターにお尋ねください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ラジオリビングで検索してみてください。箱崎アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。法律事務所未来予から B 型肝炎について大切なお知らせです。
幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染された方は、国から最大3600万円の給付金が受け取れます。症状がない方も対象です。さらに発症されたら追加給付金も受け取れます。 B 型肝炎訴訟のご相談は未来王へ。相談料着手金は無料です。 0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999、 出張買い取りはカメラの北村。田中美和子でおま、鶴光の噂のゴールデンリクエストでは根性リクエストを募集中。強い精神があればどんなことでも乗り越えられます。美和子様、例えば。そうですね、日々精進してですね、まあ一歩一歩。何を言うとん、どひゃー。鶴光の噂のゴールデンリクエストは今日夜6時から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。日本放送ナイツのお二人は丸ハラしてないですか？あ、文章が丸で終わると怒ってるように見えるってやつね。いや、どうだろう、やってないと思うけど。絶対に丸ハラやめてください。怒ってるように見えるからマジで絶対やんないでください。なっちゃん、絶対に。なっちゃんが怒ってんじゃん。いや、怒ってるように見えるというか完全に怒ってるでしょ。花さんしてないですか？俺は絶対大丈夫だね。丸ハラもだし棒ハラも気をつけてるから、ね、棒ハラ、棒ハラです。棒読みに見えないように文章で伸ばし棒は使わないようにしてます。文章に棒読みとかないから、うん、読みづらいだけでしょ。コーヒーとかだったらコーヒーって言ってるからね。今日後輩に送った文章がこれですね。コーヒー買ってこい、もたもたすんなよ、うん、棒ハラしてないけど丸ハラもパワハラもしてんじゃねえか。いい加減にしろ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショいい加減にしろって言っちゃって。そうそう、面白いから。いやいや、急に心いい加減にしろ、癖がついちゃって。いい加減にしろ待ちをしてた自分も褒めてる。、はい、すごいよね、瞬時によく分かったね。すごくないですか？よく分かった。株し気味でね言ってたら大変だったもん。危なかった。そんなレシピショー、このコーナーで防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格を持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、まあちゃんごめんね。まゆこさんですから、はい、はい、まあごめんですもんね。まあごめんです。まゆこごめんね、もうまあごめんなんですか、はい、ね、うん、さあ今泉さん、はい、今日紹介していただくストック食を使ったレシピ何でしょうか？はい、今日ご紹介させていただくレシピは羽衣煮と白菜のおつまみサラダです、うん、まずは材料ご紹介します、はい、今日は2人分です。羽衣煮1缶 70g、 白菜1から2枚、約 100g、 みょうが2本、塩少々、酢小さじ2、かつおパック羽衣前 2g を1袋ご用意ください、うん、はい、今日もローリングストーン。ありがとうございます。作り方ご紹介します、はい、ボウルに細切りにした白菜とみょうがと塩を入れて揉み込み、うん、10分置きます、うん、で出てきた水分を絞って羽衣に酢、かつおパック、羽衣米を入れて混ぜ合わせると出来上がりです。簡単、簡単です。おいしい、本当に無限に食べられる。無限に食べれる、うん、はい、さっぱりと。この羽衣煮というのはマグロフレークに甘辛くこう甘じょっぱくした味付けしたものなんですけど、もうこのままでも美味しいんですけど、お酢を入れるとすごく食べやすくなりますよ、ね、ちょっと家で大量に作れるな、これ、はい、うますぎるわ、これ本当に無限に食べられますよね、うん、美味しいです、うん、で今日は白菜で作りましたけど、ほうれん草やきゅうりとか、あとこれからは菜の花で作っても美味しいと思います。合うかも、はい、この羽衣にぜひご活用ください。ありがとうございます、うん、今日の防災の話なんですけど、はい、よく保存期限が切れてしまって
ってこう家に溜まってしまったペットボトル2リットルの水めちゃくちゃあるうちありますか、ある、そうなんで賞味期限、うん、あ保存期限結構切れたのあると思うんですけど、うんうん、それどうやったら飲めるようになりますかと質問される方が多いんですね、うん、でこの保存期限が切れた水は生活用水として使えます、うん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 、今も能登半島地震で断水が続いていて、うん、お水は本当に貴重です、うん、そうですよね、でもやっぱりそれ飲めるようになるといいと思うんですね、うん、はい、でこの飲料用に使う場合は、うん、携帯浄水器を使うのがおすすめです、私はデリオスというものを今3つ用意してるんですけど、うん、ペットボトルのこのキャップにくるくるくるっと取り付けて、はい、ビューっとやると、うん、それが全部浄化されて飲めるお水になるんですね、うん、なるほど、その携帯浄水器がすごく優秀なんです、でこれは高性能中空脂膜フィルターが有害な細菌類雑菌カビ濁りなどを除去してくれて、繊維状活性炭が塩素や泥などの匂いも除去してくれます、でもどんなお水でも OK ではないので注意が必要です、うんうん、生活排水農薬が流れ込んでいる恐れのある河川水は NG、うん、なるほど、お風呂の水は OK だけど入浴剤が入っていると NG、 プールの水、雨水、雪解け水は OK だけど海水は NG、 必ず説明書を確認してください。私昨年末、うん、お風呂の残り湯飲んでみました、うん、35度以上のお湯はダメなんですって、うん、なので冷めてからそのお風呂の残り湯ペットボトルに入れてカートリッジセットしてギュッギュッとペットボトルを手で押すと浄水されたお水が出てきます、見た目普通のお水で匂いもしません、無味無臭、飲みました、飲めますがお風呂の水だと思うと気持ち悪かったです、なんかむやむやむやっとするので、でも変な味がするわけではないんです、ね、だからお風呂の水って知らなかったら絶対大丈夫だと思うんです、だから子供には内緒で出そうかなと思いました、そうですよね、まあ、でもいざとなったらね、そうなんです、すごい役に立つ、携帯浄水器があれば保存期限が切れた水もペットボトルに溜めた水道水とかもあるかもしれないですし、雨水も飲めるようになるので安心です、うん、水の備えが少ないと少しずつ飲もうとして脱水症状になり危険なので、うん、自分に合う方法で備えてください、はい、ありがとうございました、はい、さあ来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いいたします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらでも確認してください。そして番組特設ページではハゴロムフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上はごろもフーズプレゼンツ備えレシピ賞でした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。はごろもフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。はごろもフーズ。先生、今日のレシピは何でしょう。混ぜて焼くだけ、シーチキン大豆ナゲットです。はごろもフーズのシーチキンLフレークとシャキット大豆をご用意ください。我が家にストックしてあるものでいいですか。あ、そう、賞味期限が近いものから使ってください。いつもの食材ちょっと多めに買って食べたら買い足すローリングストックで災害に備えたレシピをご提案しています。はごろもフーズ。はごろもフーズプレゼンツ備えレシピ賞。この時間ははごろもフーズがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。立憲民主党、日本維新の会、共産党、それに国民民主党の野党4党は自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治倫理審査会を
参議院でも開催するよう求める申し立て書を野村哲郎政治倫理審査会会長に提出しました。自民党の聞き取り調査を受けた安倍派と二階派の参議院議員31人と立憲されて自民党を離党した大野康忠参議院議員の合わせて32人の出席を求めています。記者団に答えた立憲民主党の吉川沙織参議院議員です。全員を対象にしてその中で何があったのかお一人お一人にお伺いをして事実関係を明らかにすることこそが政治に対する信頼を取り戻すことだと思っておりますので31人とお一人に対してということになっております。次に政府は子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴があるかどうかを確認する日本版 DBS 制度をめぐり性犯罪歴の照会期間を不同意性交の罪など禁錮以上の場合刑を終えてから20年とする方向で調整に入りました。関係者が明らかにしたものです。刑法が加害者の構成や職業選択の自由の観点から刑の効力を失う期間を10年とするのに対し子どもの安全を重視し長く設定します。政府は今の国会に法案を提出する方針です。関東甲信を中心とした今月上旬の大雪で通行止めの全面解除まで時間がかかったことを受け首都高速道路は除雪作業の機材や人員を増強するなど除雪体制の強化策を明らかにしました。首都高速道路によりますと今月上旬の大雪では25メートルプール380杯分に相当する雪が積もり通行止めの区間をすべて解除するまで53時間かかりました。このため今回の強化策では除雪作業班を10班増やして184班体制とするほか狭い路肩や湿った雪に対応するため小型の機材を新たに投入することなどが盛り込まれました。おしまいにアメリカメジャーリーグドジャースと大谷翔平選手の開幕戦までの調整過程についてロバーツ監督はオープン戦などの実戦で合わせて50打席に立つことを目安にする方針を示しました。順調ならオープン戦には来週から出場する見通しです。一方ドジャースの山本由伸投手が来月20日と21日にソウルで行われるパドレスとの開幕シリーズのいずれかに先発登板しメジャーデビューすることになりました。ロバーツ監督が何事もなければ任せたいと山本投手の先発起用を明らかにしました。お聞きの日本放送ではこのドジャース対パドレスの開幕シリーズを来月20日、21日、2日間とも午後7時から実況生中継でお送りします。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。リアル脱出ゲーム。春日に支配された東京ドームシティからの脱出、君はもう脱出できたかね。いつまでも春日に支配されているのもどうかと思うので、まずはやってみることをお勧めします。3月13日までです。東京ドームシティでロボ春日と握手。触っちゃダメって書いてあんだろ。詳しくはオードリー脱出で検索。はい、イメージとカッチャムさん、僕の勝手なイメージですけど深津絵里さんタートルネックばっかり着てそうです。あ、白いクリーム色みたいな。そうだ、ね、似合いそうだ、ね、似合いそう、うん、この写真はちょっと違うんだけど、違った、うん、違ったけどね、なんか似合いそうなんだ、うん、でも首が細い人が似合うのかな。あ、ね、あと涌井絵美さんとか着てそうですね。涌井絵美さん、涌井絵美さん着て、涌井絵美さんなんかあのコートって言うんですか。コート、うん、え、あのなっちゃん、夏子の酒、あのピュア、ピュアの時、ピュアの時の、うん、コートの、なんかドラマのイメージじゃないかと、そういう印象が多かったらね、確かにそういうイメージになる。プライベート見れてないですもんね。そう、確かに全然わかんない、全然知らないけどね、全然わかんない、うん、確かにね、そうだな、女性深津絵里さんね、そうだね、うん、まあ、宣材写真とかが、宣材写真がタートルネックの人いるのかな。あ、探したい。いるかな。なんかさ、昔爆笑問題さんってさ、そうじゃなかった。なんか太田さんとかさ、なんか黒いさ、黒っぽかったタートルネックだった時あるよね、なんかね。黒でしたよ、二人とも。そうそうそう。そういうやつね。あったよね。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999
出張買取はカメラの北村。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸。日本の酒白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。その昔、神奈川県の大部分は相模の国と呼ばれていました。県央道寒川北インターからおよそ3分、相模の国の一の宮、八方除けの寒川神社です。ご郵送でのご祈祷も受けたまわっております。乃木坂46久保しおりです。第49回ラジオチャリティミュージックソンへの温かいご協力ありがとうございました。ミュージックソンの募金受付は終了しましたが、 LINE 公式スタンプは3月14日まで発売しています。私のイズイーなど取り下ろしボイス付きのスタンプをぜひ使ってみてください。